いやー、うん、コーヒーの季節ですけど、ケンタはカフェに行く？いや、ちょっと待って。あの、一つ先に確認させていただきたいんですが、はい、確認いいの？はい。あの、コーヒーの季節というのがあるんですか？うん、あるけど。いや、ちょっとあんまりそれがピンときてない。1月から12月までずっと。ずっとやな。うん。オールシーズンで、うん、そうそう季節とかじゃないよね、うんうん、あそうかいやまあまあまあ、 あの季節は放っておいて、うんまあ、カフェってあんまりそんな行かへんかな、まあ、マクドでコーヒー買うとかね今も飲みながら収録してますけどはいはいなるほどなるほど、まあ、そんなもんかななるほどね、うん、じゃあ都道府県でカフェが一番多いところってどこか知ってる、うん、まあパッと出てくるのは、うん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 まあ、モーニングで有名なこう名古屋とかね。名古屋ね。まあ、名古屋って都道府県ではない、ね。名古屋県。愛知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 県。うん、カフェじゃなくて、喫茶店が多いところじゃないですか、それ。うん。え、ちょっと待って。うん。え、喫茶店とカフェの違いって何よ、うん、まあ、それはね、知らんからね、うん、ここで触れられても困る。調べてきてよ、それは。何なの、まあ、だけど、カフェが一番多いのは大阪。ほう。約1万件弱や。おう。次は東京で7000件。へぇー。大阪が多いって意外やろ。ほんまやね、うん、人口とかもあんのにね。そうそうそう。まあまあまあ、カレー屋さんとかもね多いけど、うん、そうそう、カフェも多い。そうやね、カレー屋かカフェかみたいな。まあそんなこともないけど、まあ、濃い色が好きなんちゃうか。なるほどね。なんか茶色とかって悪趣味やけどな。いやいやいや、阪急電車とかも茶色やおしゃれおしゃれおしゃれなんかとはいえ、日本で最初にカフェの名をつけて営業したのは大阪じゃなくて東京の銀座で、うん、1911年に開業したカフェプランタン、うんうん、行ったことあるやろ。いや、なんで当たり前みたいにあるわけない。ないけない。ない。いや、ピーチはあるやろ。ない。なんでないねん。なんで当たり前みたいに聞いてるやん。明治末期にできたカフェは文化人たちの交流の場やったみたいで、うん、谷崎潤一郎とかね、北原白秋、はいはい、芥川龍之介、はい、平塚雷鳥、ライテフ、はいはいはい、うん、教科書にも出てくる有名な人たちが集まってたみたいなんですよ。すごいね。しかし日本で初めてコーヒーが提供されたのは、うん、神戸元町の放課堂、うん、1878年なんですよ。明治維新からもう10年ぐらいでコーヒーこう登場してきたわけよね、うん、そうなんですよ。それから日本中にコーヒーが広まって、今や日本国内で消費されるコーヒーはおよそ500億杯なんですよ。うん、まあまあまあ、そのうち10杯から12、3杯は僕やね、うん、年間10杯とか少なすぎるやろ、うん、そうすかね。俺は毎日水のようにコーヒー飲んでるからね、うん、もうガバガバ飲んでます、まあ、500億杯のほとんどは多分俺やけど、ね、うん、もう死んでるよねそれ。カフェインの取りすぎでほんまやな、死んでる。危ないよ。まあこの番組はゴスペル番組やけど、うん、最近はね、教会にカフェが併設してたりっていうのもありますからね。せやね、あるね、うん、そうやろ、うん、アメリカやと教会の中にスタバが入ってる。オーストラリアでもオーストラリアのコーヒーチェーンが教会の中に入ってたりね。教会でコーヒーってなんかね、文化みたいになってる気がするんですよね。